あんまり図に乗るなよ。近頃なんだね、銭目当てじゃない犯罪が多すぎるな。大体ね、デカってのはね、給料が安すぎんだよな。俺たちみたいに体張ってるやつが安くてよ、朝から晩までさ、本ばっかり読んで付け去っててボンクラが高いんだから、つらいよ。社長の陰口はよせよ。いや、課長のこと言ってんじゃん。よし、行きます。おい、拾ったか。爆弾？場所どこだ？署の対面より捜査は優先でしょう。こっちは強行手段に出れないんですよ。人質を見殺しにするんですか？もうちょっと待ってくれ。課長、課長ですね。武権だろうと野良だろうと必ずパクらなきゃならないってことだ。お前は弱い人間だ。おめえってどういうつもりなんだよ。彼女はタフだよ。君の見立てよりずっとタフだ。でも次の犠牲者は出せん。そこは触っちゃいかんって言ってる。何言ってんすか。早く。おい、